11日パリ五輪閉会式、フランス競技場。閉会式の引き継ぎセレモニーに世界的俳優のトム・クルーズ、62、が登場。閉会式会場のフランス競技場の屋根に姿を現すと、代表作、ミッション・インポッシブルさながらのワイヤーアクションでグラウンドに着地。乗り込んだバイクの後部に五輪機を刺すとそのまま会場を出発。その後は飛行機に乗り、 次回2028年に開催される米国のロサンゼルスに五輪機を運ぶ映像が会場で流れた映像ではロサンゼルスで五輪機を引き継ぐフラッグハンドオーバーセレモニーが行われロックバンドレッドホットチリペッパーズレッチリ米歌手のビリー・アイリッシュら世界的スターが登場ビーチでのライブなど豪華な映像演出で世界中の度肝を抜いたこれにはネットも大興奮 X 旧ツイッター、では、パリのオリンピック閉会式にてるけど、懐かしのロサンゼルスのベニスビーチ出て、しかもレッチリ、ビリー・アイリッシュ、スヌープ出るとか最高星して泣いてる、なんか閉会式トム・クルーズとレッチリに全部持っていかれてる気がするんだけど、W、全部持っていっちゃうトム・クルーズがやっぱりすごすぎる。朝からレッチリ最高でした。レッチリとビリー・アイリッシュ見たんで寝ますなど歓喜のコメントが並んだ。